話とつながってはなかったなってやりながら集中しろって感じですけど演奏にディスダモメンっていう曲を最初にやって、あの決定的な瞬間っていうことでエスペラント語だとタイトルはそうなんですけど、あのロビジョンの中でもディスダモメントペルトモメントでもまあなんか決定的な瞬間っていうようなあの曲があって、まああのなんていうか一人一人はそんなに強力な影響力がないあの人間かもしれないけど、まあ人によってはねなんかすごいあるかもしれないけど、でも別にあのなんていうか崇拝とかそういう感じじゃないじゃないですか、みんななんていうか誰かをこう持ち上げてその人のために何かをやるために生きてるわけじゃないと思うんで、みんなだから一人一人がなんかこう影響し合ってよくこう影響し合ってこう行くと楽しい何かができる、なんか、まあ、バンドが私はそうだったんですけど、バンドもそうだったし、なんか私変なやつなのかなって思って生きてたけどなんか別にそうじゃなかったな、なんか別に思ったように生きればいいんだと思って、そういう瞬間瞬間があったから、なんつうかまあ知らなくて済んだかな、もう暗い話じゃないんですけど自殺しなきゃってくらい追い込まれたことはまだ、ね、あの幸いなことにないんですけど、あのまあそういう、ね、恵まれた中で楽しいことができてて、瞬間瞬間っていうのは大事だなっていう思った感じです。じゃあ次、あの隣の誰かが敵じゃない、今地玉まやびこ。We'll be right back.
じゃあバリエーションを豊かに、かっこいいのをやった後に、楽しい感じで終わりたいと思います。最後最後3曲、みんな楽しく生きてください。じゃあダラダラじゃねえか、楽しくないとね。We'll be right back.
とうございました。